はいどうも、ヤマトランクスです。今日はですね、こちらホルードね、ご紹介していきたいと思います。今回ね、ご紹介するホルードは夢特性力持ちのホルードでございます。この力持ちという、ね、特性はかなり強力でして、物理攻撃の威力が2倍になります。で、もともとね、ホルードそんなにね、あの A の取得数高くないんですけど、この力持ちをね、特性で持つということで、実質、まあ、ガラル地方でトップクラスの攻撃力を誇ります。このホルードを使ってランクバトル荒らしていきたいと思います。ランクバトルの模様ご覧ください、どうぞ。はい、早速やっていきましょう。初手カバーあるな、初手カバーあるな、であとドリューズもあるな。こういう時は水タイプのシザリガーちゃんの出番だ。であとどうしよっかな、氷っぽとかいるからちょっと特殊系入れていきたいね。炎が使えるサザンドラかトゲキッスだけど、まあサザンドラでいこっか。であとは今回の主役の腹巻きスカーフホルド腹巻きスカーフホルド、今回ねホルドスカーフ持たせてるん で一応ドラパ抜きね、最速ドラパ抜き調整してるんで、まあ今回ドラパいなかったけど、うん、なんでまあ基本的には誰よりも早く動ける、スカーフ持ちじゃなければね相手がって感じです。対戦よろしくお願いいたします。これ結構初手大事なんだよね。シザリガがねどこまで踏ん張れるかって結構大事なんだ。氷っぽか、氷っぽのナイスペースね。物理技一回ほぼほぼ無効にするから、とりあえず畑落としといて持ち物を捨てときましょうか。腹太鼓型結構多いからね、初手腹太鼓してくる可能性結構あるんですよね。モロハ頭突き違った、なるほどね。はい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 、まあ、これちょっと畑落として何持ってるかなって感じ。まあ、お盆あたりかな、多分。かわいい。ピロッと出てきた、波平が。お盆の実畑落とした。よしよしよし。どうしよっかな。これもう突っ張るしかないよな。で、相手の方が S 早いからアクアジェットで。もうしょうがない、アクアジェットで。どれくらい入るかな、アクアジェット。倒せ、倒せ、倒せ。無理か、さすがに。結構入ったね。急所か、ラッキー。あ、モロハね。これは相打ちだね、じゃあね。反動で相手落ちると思うんで。まあまあ一体やりゃまあいいかなって感じかな。氷っぽ結構厄介だからね、うん、まあいいでしょう、仕切り直した感じで。次どっちだ、そっからホルード行ってみる。これスカーフホルードさんブースター、これは対面有利。ホルードね、相手地面タイプ苦手なんで、ダイマ切っちゃってもいいけど、ホルードの方がね素早さも速いし、ダイアース切っちゃいます。で裏にいるのがロトムとかだと冬で地面技効かないんだよね。ちょっとそこ警戒なんだけど、ちょっとここはねもう思い切ってダイアース打っていきたいと思います。ワンパンじゃないかな多分、ダイマックス相手が切ってこなかったら。 OK、 腹巻おじさん爆弾あの可愛いね、メガネもですけどね、あのちょっと垂れ目、垂れ目っていうのかな、あれ目自体大きいんだけど、なんかね、なんか目の中あれがな、今怒ってるけど通常状態はね、あの黒い棒がね垂れ下がってるんだよ、あれが好きピンポイント守ってきたね、守ってきたね守ってきた。でも半分いったね、守るで結構食らうな。どうしようかこれ、多分ロトムがいたら普通にロトムに引いてくるよねこれね。もいるかな、まあいいよ、ここもダイアス連発で引いてこないということで、これは2体目撃破ですね。でダイマックスターンはあと1ターンで、相手3体目出てくるから、まあ普通に考えたらダイマックス切ってくるかなと思うよね。3体目誰だろう、多分ロトムじゃない、ロトム出さなかったってことはロトム以外だと思う、まあ、カバーでもそうですね。メタモンか、珍しいな、変わり者ね。メタモンはこれで相手の姿に変化して HP 以外のねパラメーターはコピーするんですよね。でスカフ持ちが結構多いんだよね、だから上捉えることが多いんだけど、まあでも相手ダイマックスしてくるからスカフ関係なくなるよな。ここは普通にダイアタックかな、ダイアタックすることで相手の素早さ避けていきましょうか。まあ相手もダイアタックしてくるんだろうな多分ね。で相手ダイバックしてきましたね。これで素早さが
全く同じ値になっている、お互いね。なのでどっちが先手を取るかは運だね。 50% なんとか上を取っていきたいんだけど、さすがに耐えるよな、一撃ぐらいは。ワンチャン耐えない可能性もあるか。なんかさ、先取りたいものは相手から先か、ダイアタック、やっぱりダイアタックか。耐えろ、結構食らうな。そんな、急所うん、すげえだろ。素早く下がっていく。ダイアタック。急所ずるい相手。お倒した、え倒した、あ、こっちも急所。ゴブゴブだった。こっちも急所かよ。なんだレッドカード、あ、意味ないか。で、これでちっちゃくなるんですけど、こっちスカーフ持ちなんで、ここでスカーフのね、効果が発動します。なので、先手はこっちですね。もう勝ちかな、これは。何言っても。まあ、自信でいいでしょう。オッケー、ホルード、スカーフホルード、腹巻き。腹巻き、スカーフホルード、最強。万歳対戦ありがとうございました。強いでしょ。それでは2回目やってみます。2回目、ホルード。相手のパーティーを見ると、ちょっとミミッチュショテでいこっかな。きついのがアシレーヌなんだよね、アシレーヌ。で、ホルード、トゲキッス。で、今回のミミッキュは草タイプのね、ウッドハンマー覚えてるんで、もしアシレーヌが出てきたら、ミミッキュで対処って感じかな。アラさん対戦よろしくお願いいたします。初手ゲー。やっぱ初手大事だよね、これね。初手ミスると一気に体勢崩れるから、初手のあの出しがちが結構重要。これなんだっけ？あ、走るんだ。色違いだ。金髪かわいい。よかった、耳気出しといて。で、ここは普通に研磨すればいいんじゃないかな。化け皮あるし、素早さも耳気の方が早いから、アクアジェットか。まあまあ化けの顔ですよ。アクアジェットか。まあここで安全に研磨を詰めたあって感じですね。どうしよっかな、次。相手引いてくる可能性もあるよね。ミミックがウッドハンマー持ってるっていうこと考える人も結構いると思うから、まあでもウッドハンマーしかもう卓はねえな、これは。引いてくるか、受けるんだったら多分死んじゃうと思う。アクアジェットかな、まずは。ミミ削りに来てもおかしくないけど。あ、違うね。 OK、 ワンパンだろ。よし、足で結構強いから、ここで倒しとくのは結構でかいね。よし、で次ね、ミミッキより素早さを押さえつけてください。お願いします。なんだこれ、これなんだっけ。あドラパかー。今回このミミッキーウッドハンマー覚えさせたはいいけど、鍵打ち覚えてないんだよね。だからこれはもうちょっとお亡くなりになるしかないな。ダイマかー。ダイマ切ってきたかー。ダイマ切られるときついなー。どうしようかなー。特殊型か物理型か分かるとまだ対応の違いがあるんだけど、ちょっと次打つ技でちょっと判断しましょうか。何打ってくる。スチールか。物理型っぽいな、スチールってことは。物理型だな、これな。どうしようかな。ここは必須でいこっかな。ダイマックス切らなかったらホルードでイカサマでワンパンなんだよね。しかも上取れるし、スカーフだから。ちょっとここはダイオール、キス出してダイオールで、ダイマターンをちょっと枯らしていきましょうか。うん。相手何打ってくんだろう。スチルかな。ダイスチルかな。ダイスチルとしてほしいな、多分。ドラパのダイスチルじゃ、キスは落とせないんだけど、こっち弱砲持ってるから、ちょっと発動させたいね、弱砲ね。まあ相手も当然警戒してくると思うから。OK。でこっちでドラパの苦手なフェアリー属性の大フェアリー打てるからね。オール。まあ当然相手はそもそも分かってるんだろうけど。大ジェットか。S 積もうとしてんの ?S 積まれるとちょっと厄介だな。まあ、これちょっとフェアリーで。くっつい。フェアリーでくっつい。スチル来い、スチル。スチルで来い。ス
汁で来い。ほな、行こーい。うわ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 、出てくらない。よしよしよし。大フェアリーで半分ぐらい食らってくれるとありがたいね。いけ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 。ああ、そんなもんか。6割弱って感じ。で、これで相手の大魔さん切れたんで、ちっちゃくなることでしょう。え、弱砲？マジか、厄介だな。最強よね、ドラッパー弱砲持ってるの。H に振ってるのかな。 HA って感じ？もしかしてだよね。 H に振ったかったらもう結構やってたと思うんだよ。まあ、これででもやれるんじゃないかな。あ、ゴーストダイブ、厄介な技覚えてんな。はあ、これでこっちもダイマックスのターンが切れちゃうね。あ、でもゴースト技か。これもしかしてホリュードの出番じゃないですか。ホリュード、ホリュードノーマルタイプなんでゴースト技効果ないんですよね。なんで安全にこう着地させることができます。よかったよかった、思い出してよかった。キッカのよで、一家様行こう。あ、でもね、相手大ゼットで一回進んでるからスカーフ持ちより早いんだ。こっちの耐えるだろ、これは。耐えろ耐えろ、よし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 。はい、でかいこれはでかい。さよなりドラッパ、さよなりで、あと3体目か。で、こっちちょっとイカ様出しちゃったから、もうイカ様しか出せないんだよね。まあ、引っ込めてもいいんだけど、なんだこれ。打撃か。色違いか。打撃か。まあ、ちょっとイカ様で突っ張っとくか。まあ、割と入るんじゃないかな、これ、イカ様でも。まあ、裏、キスだし、どっちにしろも勝てるっしょ、これは。入ったな。急所？めっちゃ入ったな。ビルドアップ。あ、勝ったね、これね。もう次で終わりでしょ、これ。次のイカ様で。積んでる間にね、悠長に。こっちはイカ様やっていきますよ。まあ、キスに引くと思ったのかな。まあ、どっちにしろ俺の勝ちっす。イカ様行け、倒せ。オッケーオッケー、強いホルード、強いぞおじさん。いかがだったでしょうか。スカーフ持たせた夢特性力持ちのホルード、めちゃくちゃ強いんで、よかったら皆さんも使ってみてください。以上、ヤマトランクスでした。アデュー、またね、バイバイ。